時間になるのでそろそろオープニングを始めさせていただきたいんですけれども、始まる前にですね、皆さん、QR コードこちらにあるんですけれども、今回のサミットからアプリでスケジュールの管理だったりをしているので、今始まる前にですね、お手すきの際に QR コードを読んでいただいてアプリのダウンロードをお願いします。 Android の方は右側、Apple、iOS の方は左側の QR コードを読んでいただいてアプリをダウンロードしておいてください。もうすぐオープニング開始となりますのでよろしくお願いいたします。はい、で、席なんですけれども、時間になるとどんどん混んでくると思うので、左側奥側の席を使っていただければなと思います。QR 読めました？はい。はい、会場に着かれた方は名前を書いていただいて、ネームホルダー首から下げていただいたら、どんどん席におかけになってお待ちください。はい、では、そうですね、お子さん座っていただけたら始めましょうかね。はい。いいですか。はい、それでは時間になりましたので、ただいまより Code for Japan Summit 2019 in 千葉のオープニングを始めたいと思います。皆様よろしくお願いします。はい、今日ですね、司会を担当させていただくのが私ともう一人いらっしゃるんですけれども、まだ来てなくて、 来ました。はいはい、どこかの国からちょっとこんにちはした感じですかね。マイクがつかない、大変。マイク入ってるかな。入ってるよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。はい。着きましたか。到着しました。よかった。間に合ってよかったです。よかったです。はい、それではオープニング始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、皆さん千葉へようこそ。はい、じゃあ最初に自己紹介をしたいと思います。はい、先にすまない、すまない、すまない。じゃあ私が押します。はい、行き過ぎた。はい、めっちゃ来ました。大丈夫ですか。はい、はい、自己紹介します。はい、ミキー、あ、違う違う、ミキーじゃない、ミキーじゃない、はい、土松さん、はい、土です。よろしくお願いします。はい、コードフォー流山、はい、とシビックテック全千葉、はい、と某国夢の国で働く派遣社員、夢の国で働いてます。はい、夢の国じゃないですよね。はい、夢の国です。夢の国で働いて、国ですね。はい、なるほど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、次で竹貞まみさん、まみマウスです。まみさんは Code for Japan で広報をやっています。あとは Code for Sake、 これは前回新潟サミットからやってるということです。そして普段はリタリコという会社でお勤めですが、実は大学院生、なんと JD なんですか、
JD です。 JD JD ですね。JD ですよ。1年生です。 JD1 年生です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず最初なんですけれども、各種ツールのご説明から始めさせていただきます。はい、はい、あの Code for Japan のイベントなどインターネット環境からまずご説明させていただきたいんですけれども、皆さん、今回大学の皆さんにご協力をいただいてインターネット環境を整えていただいております。はい、でこちらがユーザー名とパスワードなんですが、iOS のアップデートは厳禁です。誰かがアップデートすると YouTube の中継に影響して YouTube の中継が見られなくなってしまうので、 iOS のアップデートだけはしないでください。はい、はいはい、やめてくださいね。はい、はい、続きましてツール1つ目、 UD トーク。 UD トーク、 UD トークの青木さん。青木さんはどちらですか。青木さん、青木さん、はい、皆さんおはようございます。本日ですね、ありがとうございます。Code for Japan Summit 2019にようこそおいでくださいました。はい、じゃあ僕の方からですね、ちょっと、本日のサミットで使うツールの説明を2つほどさせていただきます。まず1つ、今皆さんの手元じゃなくて前に見えているですね、このリアルタイム字幕、今回のサミットはこの UD トークっていうですね、音声認識を活用してこうやってリアルタイムに字幕出していくと、あと自動翻訳でこうやって翻訳していくっていうですね、もういかにもテクノロジーの活用をですねフルにしたというですね、すごい、こういうツールを使っていきたいと思います。はい、でこれはですね、目的としてはユニバーサル対応です。例えば耳が聞こえない方が参加するとか、あとは日本語が分かんない方が参加するとか、そういうので活用していただけるものになります。はい、ぜひこういうのを使ってですね、アクセシビリティに富んだサミットにしていきたいなと。やっぱ全員参加って大事ですのでね。はい、で、スクリーンに投影するの と、手元で手元のスマートフォンで見ていただくことができます。これは次の、ツールで説明します。あとはですね、ここで出てくる音声認識の間違った結果は皆さんで修正編集をしていただけます。なので、その方法も次でご説明したいと思います。はい、じゃあ次行ってください。で2つ目です。なんと今年初めて、公式のアプリができました。できました、はい、できました、拍手。できました、はい、このアプリできることがたくさんあります。まず現在開催されているプログラムの内容とか場所を確認できます。なので自分でお気に入りのリストを作ってですね、次どこ行こうみたいなことを説明見てもいいし、自分でこうどういうのに参加したかなってことを確認してもらってもいいかなと思います。それで参加したプログラムにチェックインができます。さあ皆さん早速チェックインをしてみましょう。チェックインアプリの用意はできましたか。スケジュール、はい、僕が持ってないっていうですね、はい、そういうオチがありますけども、オープニングトーク起動していただいて、オープニングトークあります。そこ、タップしていただくとチェックインするというのがあります。はい、そしたらですね、チェックインするというリンクを押してください。はい、チェックインの画面に行きました。はい、そこでまずチェックアウトしましょうか、前のをね。はい、もう一回チェックインをしたら、はい、チェックイン押しましょう。押しましたか、はい、いいですね、はい、はい、これでチェックインできました。はい、次、内容にグッときたらジョイボタン、今僕の眺めてる内容にグッときたら押してください。連打したい皆さんのためにですね、連打 OK にしてあります。はい、ガンガン押してください。僕の話はグッときませんか。来ました来ました、はい、来ますね。はい、できればね100超えてほしいんですけど、100いってますか。いきました、はい、押せない押せない、大丈夫、はい、そう、100超えるとスパークジョイに変わります。どうでもいいんですけども、はい、行きましたね。あ、 OKOK、 100超えたらスパークジョイになります。で一応ですね、この懇親会で最多チェックイン賞、最多ジョイ賞というのをですね用意してますので、ぜひ皆さんやらせて獲得桜を作ってですねやっていただければいいかなと思います。はい、でですね、多言語対応、今のチェックインの画面、あ、今のプログラムの画面を見ていただいて、下の方にスクロールをしていただくと UD トークのリンクがあります。これタップしていただくと UD トークが起動して、はい、はい、参加するになって、なんと手元のスマートフォンで字幕見ることができます。でここで自分の好きな言語に設定して使うこともできます。詳しくはですね、この
皆さんがもらっているネームカードの裏にですね、UD トークの使い方というのがありますので、こちら見ていただけるといいかなと思います。もし分からなかったら、緑のシャツ着てる人間とかスタッフに言っていただければ、丁寧に教えますので、はい。はい、それでですね、まあ、UD トークだけではなくて、Zoom とかスライドへのリンク、こういうのもそこに掲載してあります。なので、各プログラムの内容、全てそこのアプリに集約している形になってます。はい、なんかとりあえず今年は実験的にこういうのを使ってやってみようという試みですので、何かこういう機能があったらいいな、こういうのがあったらいいなとかって来年に活かせるアイデアがあったら、ぜひ皆さん僕らの方に言っていただければいいかなと思います。言い忘れたことはないと思います。はい、じゃあ皆さん、サミットを楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。青木さんでした。コードフォー練馬、すごい、もうスパークジョイ、上位が1600とか言ってます。すごいすごいすごい。さあ続いてのツールは、はい、佐野さん3つ目スライドです。はい、これも皆さんまたちょっと携帯を出していただいて、ちょっとまた QR コードを読んでいただくんですけれども、主にオープニングとキーノートとクロージングで使えます。この後のニックさんのキーノートでも使うんですが、まずこの QR を読んでいただくとスライドのページに行きます。でスライドのページの中に行くとですね、そこにこう質問だったりとか感想を匿名でも名前をつけてでも入れるようになっているんですが、開けますかね、開けてますか。はい、こんな感じでスライドが開いていて、そこに質問を書いていったりします。で質問は自分が聞きたいなと思ったことがすでに書いてあれば、書いてある質問の横にいいねを押していただいて、新しい質問を自分で書きたい場合は記入いただくという形になっています。でいいねが多い順番から質問に答えたりっていうのを登壇者がすることができるので、キーノートの人に質問がしたいなっていう場合などはスライドを使ってみてください。はい、大丈夫ですか。また後でもう一回出ると思うので URL また見てください。はい、はい、まだまだいろんなご案内がいきますね。大事なお知らせだよみんなに。はい、今日はコードフォーサミット、コードフォージャパンサミット、活動を発信していこう、SNS いろいろやってる方がいると思いますけども、ハッシュタグで、コードフォージャパンサミットというのをつけてぜひどんどん投稿してください。土マウスです。土マウスを取ってくれてもいいよ。これは浦安にいる人とは違うから大丈夫です。はい、ハッシュタグですね。ハッシュタグをつけてこう書いていただけたらなと思います。ちょっとごめんなさい、ここですね。はい、続いて、はい、続いて撮影について、はい、撮影についてメイン会場や一部でこうカメラの撮影をしていただいている方がいます。メディア取材と写真撮影入ります。でただ今日ちょっとここに来てるのがバレるとまずいという人は緑のストラップ、これをつけておいてください。はい、緑のストラップついてる人は映さないように配慮いたしますので、はい、はい、映りたくない方はこれをつけてください。はい、これが見えるところにつけられていないとカメラマンさん間違って撮っちゃうので、もし撮られたくないなという方は確実に緑のストラップが見えるようにつけてください。はい、お願いします。はい、続いてご協力のお願いします。はい、今日は会場こちら神田大外語大学さんを、着用してやっております。大学の施設なので、何か物を壊したりとかしないように気をつけてくださいね。ゴミなどは各自でできるだけお持ち帰りをお願いします。あと各セッション詰まっていますので、セッションで話される方は時間厳守でお願いします。あとですね、最後帰る際はネームホルダー首に下げているやつ、これは一旦お返しください。明日もあります。明日も参加される方はそのまま持っていっていただいても結構ですけども、明日ちゃんと持ってきてくださいね。はいはいはい、この次が会場案内ですね。会場案内です。今皆さんここに来ていただいている方、この場所が食人っていう場所なんですけれども、はい、向こう側大きい会場が8号館っていうところになります。で反対側こっち側ですね、ダンスをする場所があるんですけど、その奥に5号館っていうのがあります。でこの3つが基本的には私たちの会場になるので、こちらをご利用ください。はい、お願いします。はい、次キッズスペースというのがあります。はい、13時30分頃からあちらの大きい建物8号館の105のところにあります。小さいお子さんでちょっと飽きちゃったなという子はそちらをご利用いただいて、結構です。コード4、はい、世田谷の皆様から、やっていただいてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で次なんですけども、コードオブコンダクト、コード4ジャパンの開催しているイベントの行動規約みたいなものなんですけれども、ちょっと文字が小さくて読みづらいので割愛というかざっくりまとめてお伝えをすると、
はい、Code for Japan Summit はみんなで作っているイベントですので、参加者が自由に安全に安心して活動できるようにお互いに配慮を心がけていただきたいというところと、あと差別だったり嫌がらせだったりというものを見つけたら声をかけてください。で、小さなことでも構いませんので、何かありましたらお近く のスタッフ、ウェアを着ているスタッフだったりとか、あるいはこちらのメールアドレスにお声かけください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でいろんな案内をしてきたんですが、ここからは少しずつ、はい、いろんな方に登場していただいてお話をしていただくんですが、まずはCode for Japan Summit、そもそものCode for Japanについて代表の関さんからお話しいただきます。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。いや、たくさんの人に集まってもらって嬉しいです。ありがとうございます。Code for Japanの関です。私からはCode for Japanとはということで、ご存知の方、実際活動している方も多いですけれども、Code for Japanっていうのは、おっとこっち、あ、字幕は見えない、失礼しました。Code for Japanというのは、これどうしたらいいの、どうしたらいいの、ここの方がいいのね。はい、Code for Japanというのは、共に考え共に作るネットワークです。ここにはですね、今日明日2日間で行政とか、市民とか、企業の人とか NPO の人とか、いろんな立場の人がいますけれども、立場を超えて組織の壁を超えて一人の人間としてつながって、で、共に一緒に何か、未来の社会について考えて実際に手を動かすというのが共に考え共に作るです。で、ネットワークというのが、人々のことです。皆さんです。皆さんがつながることでネットワークになります。一人ではできないこともみんなでやればきっとできるようになるので、ぜひこの2日間で仲間を集めて、活動につなげてほしいなと思っています。はい、次お願いします。で、日本全国今、80カ所ぐらいで、Code for のコミュニティがいます。このコミュニティのこの地図の中に入っているよという方は手を挙げてください。ありがとうございます。こういう、実際に活動している人たちが本当にいろんなところにいます。で、今日たくさん発表してくれます。なのでぜひですね、自分たちの興味ある地域での活動っていうのも見ていただいて、一緒に加わる仲間に今日からなってほしいなと思います。次お願いします。で、今日千葉市でこのサミットが行われるっていうのは本当に僕は、感慨深いです。個人的にもこれ、2013年の11月25日に千葉市役所で市長と一緒に撮った写真です。ランチミーティングにお呼びいただいて、Code for Japan ってそもそも何なのみたいな話をしたんですけども、これ Code for Japan が立ち上がってからまだ1ヶ月後です。法人化してからそんな早い時期にシビックテックの可能性を感じてくれて、実際にこう市長が話をしてくれて、あ、そういう考え素晴らしいですねと、ぜひ応援していますと、ぜひ進めてくださいという話をしてくれました。そして6年ぐらい経った今日この場で、このサミットが行われて、さらにこの今日のランチセッションで市長お越しになります。逆に我々が市長を、ランチセッションにご招待するというですね、なんかすごい本当に、やってきてよかったなと思いますし、このCode for千葉のメンバーの活躍とかそういったこともきっと影響しているんだなと思います。市長が来たらぜひですね、盛大な拍手でお迎えいただきたいなと思います。はい、次です。はい、で今日のテーマですね、スパークジョイ、このポーズ知ってる人いない、滑った、これね、ネットフリックスでこんまりっていうのがね、すごく有名になって、それの言葉ですけれども、意外と知らない人が多かったということですね。はい、まあいいや、で、まあ、ときめきを訳すとスパークジョイになるそうです。まあ、ジョイをスパークさせるわけですけれども、ジョイって結構深い言葉だなと思っています。ちょっと次のページお願いします。で、例えばマハトマ・ガンディさんはこう言っています。喜びとは勝利それ自体ではなく途中の戦い努力苦闘の中にあると。なんかそのCode for Japanの活動とかそのシビックテックの活動してると、その、まあ、楽しくやろうとか、すごいこうワクワクすることをやろうとか、まあ、その楽しくないと続かないよねっていうのはある反面、でもそもそも社会を変える活動なんで孤独だったりとか難しいこともいっぱいあるわけですよね。なかなかその、
例えば活動がうまく広がらなかったりとか、どうしても周りに理解してもらえなかったりとか、自治体となかなかうまく一緒に働けなかったりとか、すごいいろんな、戦いの中に皆さんがいるんだと思います。でもそれを超えたところにジョイってやっぱあるんだと思うんですよね。でなのでそのとにかくこう楽しむのも大事ですけれども、やっぱその未来を見据えてその社会を変えるんだという、ネットワークでありたいなというふうにも思っています。次お願いします。で、大変です。大変なんですけど、まあ、一人じゃないわけですよ。これ You are not alone というのは、そのモニークさんというその2015年に Code for Japan サミットに来てくれた、人の言葉です。もうとにかく大変なんですけれども、その一人じゃないと、 You are not alone なんで、多くの人とつながることによって本当に社会を変えられるんだというあの言葉をあのモニークさんも言っていました。実際どん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 こう増えてきています。今日明日で多分1000人ぐらいの人がこのサミットに来てくれます。ぜひ皆さんをですね、共に考え共に作るということで、今日から実際にこう、手を動かす側に変わって仲間を見つけて、次のジョイというのを見つけてほしいなというふうに思っています。僕この格好でうろうろしてますんで、ぜひお声掛けください。皆さん、2日間楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、関さんありがとうございます。続いて今回のイベントの共催のシビックテック全千葉から代表の白沢美幸さんに一言お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。よーみんな、あ、ちょっと違う、よろしくお願いします。シビックテック全千葉 と申します。ちょっと聞き慣れない、名前かと思いますけれども、シビックテック全千葉の代表白沢と申します。ですね、コード4ではコード4流山の代表をやらせていただいております。千葉県シビックテック全千葉は、はい、千葉県の、コード4ですとか、あとはコード4ではなくてシビックテックとか、あの他の、いろんなですね、あのシビックテックの活動をしていらっしゃる団体があるんですけれども、その団体が、まあ、アライアンスという形で、グループになって活動をしています。なので団体ではないんですけれども、例えば今回みたいなすごく大きなあのイベントを一緒に、やっていこうというようなグループで活動をさせていただいています。で、そうですね、一応活動内容としては各その、シビックテック全千葉に所属していらっしゃる個々の団体さんが、まあ、地域で活動をいろいろな、イベントをしたいとかっていう時に他の地域のメンバーがお手伝いをしに行くとか、あとは、一応ですね、何回かあのこなすことによってノウハウがやっぱり積んできますの、蓄積されますので、それを共有させていただくというような活動をしています。はい、はい、ですね、千葉県では、9月の9日未明に、すごく大きな台風が来ました。皆さんもニュースで、ご存知かと思うんですけれども、すごく大きな被害がありまして、停電もまだ完全にではありません。 100% ではないところもあります。で、シビックテック全千葉のメンバーは千葉県各地に所属というか住んでおりまして、各地域で活動しております。実際被災をした地域ですとか、停電をしたままですね、地域の、まあ、復旧活動をしながらこのイベントの、準備を行ったりをしました。なので、今千葉は、まあ、今回これを開催できたということもすごく力になりますし、皆さんの、まあ、おかげでもあるんですけれども、千葉県、今助け合って一つになる時じゃないかなというふうに思ってます。なので、皆さんもぜひこの2日間ですね、お楽しみいただいて正解にできればと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、シビックテック全千葉の白沢さんでした。ありがとうございます。そして来年の開催、もう今年のが始まったばっかりなんですけども、来年のことが決まってます。こちらコード4愛知のヒルタさんからお願いします。います、あ、こっちだ。はい、どうぞ。はい、こっちの方がいいかな。
はい、皆さんこんにちは。千葉楽しんでますか？本当にまだ始まったばかりですよそんな中、来年は愛知県で開催します。で、今日愛知からいろんな人が来てる。コードフォー愛知だけじゃなくて、コードフォー名古屋とか、コードフォー三河とか、コードフォー岐阜とか、コードフォー富士の国とか、東海圏にはいろんなコードフォーがあるんで、みんなで力を合わせてやっていこうというふうに考えてます。はい、で、また正式には案内をご案内しますが、ちょうど1年後の来年9月26、27を予定しておりますんで、今のうちから皆さんスケジュール押さえておいていただいて、今年のテーマはスパークジョイ、みんなで楽しもうよ、ときめきって感じですけど、来年は今仮ですけどリデザインってことで、もう一回ここのシビックテックっていうのをもう一回考え直そうよ、コード4をもう一回考え直そうよ、僕らの活動って何なんだっけ、もっともっと社会を良くしていけるはずだよねっていうのを、エンジニアも行政も NPO も町の人も大学生もみんなで一緒になって作っていければと思ってます。そんなわけで、まずは今年の千葉を楽しんでいただいて、来年の愛知にもぜひ皆さんお運びいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。コードフォー愛知のヒルトでした。はい、ヒルトさん、ありがとうございました。ありがとうございました。スポンサーのご紹介です。今回の、コードフォージャパンサミット、いろんな企業の方に、ご協力をいただいています。まず法人パートナー、プラチナパートナーでサイボーズ様、どうもありがとうございます。はい、続きましてゴールドパートナーとしてジオリパブリック様、ウェルモ様、ワコム様、どうもありがとうございます。はい、続きましてシルバーパートナーの皆様です。ありがとうございます。はい、そしてブロンズパートナーとしてこの3社の皆様です。どうもご協力ありがとうございます。はい、これらのスポンサーの皆様の展示を5号館、あちらのダンススタジオの向こうですね、あっちで飾っていますので、ぜひそれぞれの企業のやっていること、商品などぜひご覧になってください。よろしくお願いします。はい、あとメディアパートナーとしてヒローズオブローカルガバメント、略してホルグの、地方自治体を応援するメディアの、方からもご協賛をいただいてます。ありがとうございます。はい、あとは、協賛講演協力、共催はシビックテック全千葉、協力は神田外語大学言語メディア教育研究センター、そして講演はこれらの皆様です。どうもありがとうございます。はい、ここでアイスブレイクを行いたいと思います。やってみます。はい、ちょっとだけ皆さんでゲームをしましょうというところで、まず会ったことない人を見つけたらハイタッチをします。で、まず見つけたってなったらハイタッチをします。で、この3つについて説明をお互いしていきます。まみさだです流山から来ました。はい、東京の目黒から来ました。いいとこなんですよ。そうですね、笑いを一つでも取ってから司会が終われたらなと思います。よろしくお願いしますみたいな感じで喋ってもらいます。で、この3つを喋り終えたら、また次の人のところに行って、会ったことないなと思った人を見つけたらハイタッチをして、また会話をしてください。で、これを今から3分間行いますので、皆さんご起立いただいて、より多くの人と挨拶ができたらいいことがあるので、ちゃんと挨拶をして、名前を言う、どこから来たか言う、今日何したいか言う、次に行く、行きますよ、よーい、スタート。経過。はい、終わったら次の人に行きますよ。何人と喋ったかちゃんと覚えておいてください。さあ、何人？
あ、ハイタッチの音が聞こえます。ハイタッチの回数じゃないですよ。人数で探してますよ。1分30秒経過。あと半分です。子供がミッキーのところにやってきました。ミッキーじゃないですね、ツッチーですね。2分経過、あと1分です。みんな喋り込まないでちゃんと次の人と変わってくださいね。あと15秒。みんなちゃんと初めての人とハイタッチしてください。何挨拶できたかな。一番多い人には何かいいことがあるかもしれないので、人数を今から皆さんに確認します。まず手を挙げてもらいます。はい、何人からいきますか。はい、じゃあ5人。5人、5人とハイタッチできた人。はい、5、はい、5人、はい、はい、6人。6人、はい、まだいる。7人。7、いない。あれ、いない、いない、まだいない。6に戻します。6。じゃあ6の方立ってください。6人の方、おお6人の方、6人とこちらこちら、はい、お二人ですね。はい、ではお二人にまず拍手を。拍手。はい、で、お二人には、今回コードフォージャパンサミットであるサミットのグッズをお渡ししたいんですが、グッズの紹介に移りますので、ちょっとお待ちください。後でお渡しますね。はい、まず私たちが着ている T シャツ、私は今着てないですね、ごめんなさい。この T シャツね、はい、黄緑色の T シャツですね。はい、これがサミットのグッズです。こちらも購入できます。はい、はい、で、あともう一つオリジナルのトートバッグですね。今回、おちょこと手ぬぐいを新潟では作っていただいてたんですが、今回の千葉はトートバッグということなので、こちらがトートバッググッズあります。で、もう一つが、あ、ごめんなさい、スライドがない。ステッカーですね。この3つの中からちょっと選んで、6人のお二人にはお渡ししますので、後ほどまたお渡しさせてください。はい、はい、ではアイスブレイクは一旦終了で、はい、グッズの説明も終了なんですが、あ、ここで先ほど、はい、シビックテック全千葉の白澤さんから、言っていただきましたけども、先日の台風で千葉県内は非常にいろいろな被害を受けています。そういったところで千葉への寄付を受け付けております。支援金という形でですね、この支援団体というところを、ご紹介をさせていただきます。じゃあ次、災害復興未来募金、こちらはですね、ヤフー基金、ヤフーさん、ヤフージャパンさんに、協力していただいているものですが、集まった寄付の同額をヤフーがマッチング寄付、寄付の使い方としては千葉県を含めた国内外で発生する自然災害による被害者支援者への寄付、防災や減災に向けた研究活動、普及活動にも寄付をさせていただきます。はい、はい、もう一つ、千葉台風15号災害支援基金、こちらは公益財団法人千葉の和地域づくり基金の皆様で、運営されております。
千葉県内で支援活動を行う NPO や小さな団体を千葉の市民で支える基金です。小さな団体を応援したいといったときにはこちらをぜひご利用ください。ありがとう。はい、で、はい、この寄付の出し方なんですけれども、こちらで、ステッカーをグッズとして販売しております。でこちらが100円からになるので、はい、100円から1000円でも2000円でも5万円でも100万円でも出していただいて大丈夫なので、はい、好きなだけ投げ銭をしていただけるステッカーなので、こちらをご購入の際に投げ銭として寄付をしていただければなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、ではスケジュールをじゃあ皆さんと共有したいと思います。はい、どんなかな。お、細かい、はい、全然見えない。いっぱいある、はい、いっぱいある、はい、手元のアプリで見てください。はい、いっぱいあるので手元のアプリで見てください。はい、明日もあります。明日のスケジュール、すごいいっぱいある、はい、いっぱいある。明日も10時からです。朝10時から、はい、明日も10時からやります。明日も10時から会える。はい、いっぱいあって見えないのでアプリで見てください。アプリで見てください。はい、それではここで基調講演に入りたいと思います。ざわざわしてきましたが、今回の基調講演はニック・カウフマンさん、市民の力とテクノロジーを組み合わせてコミュニティを作り街を変えていくシビックテクノロジストという働き方でご活躍をされています。コードフォーアメリカブリゲードの一つのオープンマインの代表をされておられ、2010年交換留学プログラムを通じて来日、都市計画における市民参画について研究をされています。アメリカ、イギリス、日本などで開催される地方都市と企業に関するテッドなどのイベントへのボランティア活動を行っています。じゃあそれではニックさん、よろしくお願いします。